女沼は、福島県福島市土湯温泉町にある周囲約 2km の沼である。女沼は、福島市西部の土湯温泉の山間部、東連峰山麓に位置し、標高 532m、周囲約 2km、最大水深は 8.7m ある。西暦800年頃、東連峰の火山活動により形成された。 同時期の大同年間に豪雨による山津波が作った二つの沼が男沼、女沼との伝承もある。女沼、人下沼、男沼をめぐる遊歩道は東北自然歩道、新、奥の細道であり、多くのハイカーやキャンパーが訪れる。沼にはイワナやヘラブナなどが生息する。1911年には秋田県と和田湖から、 ヒメマスの卵を20万個購入し、孵化後、池に放して養殖した。雨漕いの風習があり、日照りが続くと、沼の北端にある漁、沼大名人に村人が集まり、ゴマス村の酒を飲みながら祈祷したという、東北電力土湯発電所が沼の南東にある。女沼を調整地として利用する、最大出力2 3 8 0ットの水力発電所である。 沼の北西の端に塩の川の水を取り入れ、南東の端の取水口から合計約900メートルの圧力導水トンネル、サージタンク、水圧管路を経由して発電所に至る。荒川電力株式会社塩の川発電所として、1930年9月に特定需要者への電力供給を目的に、電気事業の準認定を受け、翌年の1931年1月に運転を、 開始した。土湯温泉街から車で約10分。または土湯温泉バス停より徒歩約1時間30分。ありがとうございます。